クラブティフアナショロイッツクイントレスでカリエンテはメキシコティフアナに本拠地を置くサッカークラブであるプリメーラディビシオンに所属しているショロスでティフアナやショロスと呼ばれることが多い2007年1月に設立されアペルトゥーラ2012でプリメーラディビシオン初優勝を果たしたチームカラーは赤色と黒色であるドラドスで シナロアが、セグンダリディビジオンに降格して、すぐ、2006年夏に、ガジョスカリエンテが設立され、やがて、クラブティフアナ書類ツクイーントレスデカリエンテに名称が、変更された。所有者のホルヘ・ハンクロンは、スポーツ賭博会社のカリエンテの所有者であり、2004年から2007年まで、ティフアナ市長を務めた。ロンは、 アグアカリエンテ競馬場の近くに33,333 33人収容のエスタディオカリエンテを建設することを発表した。ロンの息子のホルヘアルベルトハンクが20代の若さで会長となり、ハンク会長とゴグムルギア・フェルナンデス副会長はメキシコのプロサッカー史上最も若い経営人となった。リーガでアセンソのアペルトゥーラ2010ではレギュラーシーズンを1位で終え、 ディギー・ジャニは準決勝から出場。準決勝のアルビネグロス・オリサーバ戦は2試合とも、スコアレスドローだったが、レギュラーシーズンの順位で上回ったショロスが決勝に、コマを進めた。決勝では、ティブロネス・ロホスでベラクルスと対戦し、ベラクルスのエスタディオ・ルイス・でラフエンテで行われた、ファーストレグニ2から0で勝利すると、ティフアナで行われたセカンドレグにも1から0で勝利し、 プリメーラディビシオン昇格ギップの半分を手にした。クラウスーラ2011のリギージャ決勝ではデポルティーボ、イラプアトと対戦し、ホームで行われたファーストレグには1から1で引き分けたが、アウェーのエスタディオセルヒオレオンチャベスで行われた、セカンドレグに0から1で敗れ、イラプアトがクラウスーラ2011の優勝クラブとなった。 アペルトゥーラ2010優勝のショロスとクラウスーラ2011優勝のイラプアとは昇格クラブ決定戦で対戦し、イラプアとでのファーストレグはスコアレスドローだったが、ティフアナでのセカンドレグに2から1で勝利してプリメイラ、ディビシオン昇格を決めた。ショロスの代わりに、クルブネカクサがリーガでアセンソに降格し、ショロスはプリメイラディビシオンで最も新しいクラブとなった。 2011年6月には所有者のハンクロンが逮捕された。プリメーラでの初試合2011から12、シーズン開幕前には、ホセサンド、レアンドロ・アウグスト、フェルナンド・アルセ、エヒディオ・アレバロ、レオス、ダイロ・モレーノを遺跡金、合計350万ドルで獲得した。プリメーラ・ディビシオンでの初試合は、モナルカス・モレリア戦となり、ホームでの試合に1から2で敗れたが、 アメリカ人のジョーコロナがプリメーラディビシオンでのクラブ初得点を挙げた。ホームゲームでは5試合連続で勝ち星がなく、ホワキンデル・オルモ監督が解任されて、アントニオ・モハメド監督が就任したが、8月6日のサントス・ラグーナ戦でプリメーラディビシオン初勝利を挙げた。アペルトゥーラ2011は3勝9分5敗の15位でシーズンを終えた。 クラウスーラ2012では17試合で11失点しか許さず、7勝7分3敗の7位で、初めてリギージャに出場したが、初戦の準々決勝で CF モンテレーに2試合合計3の4で敗れた。2012から13シーズンも固い守備を見せ、アペルトゥーラ2012では15失点しか許さず、デポルティーボトルーカと共に1位タイでシーズンを終えた。 リディージャでは2番目にシードされ、準々決勝では、モンテレイに雪辱を遂げ、準決勝のクラブレオン戦では、ファーストレグ終了時の0から2を、セカンドレグで挽回して2試合合計3から2と、大逆転勝利を収めた。決勝では、レギュラーシーズン1位のトルーカと対戦し、2試合合計4から1で勝利してプリメーラディビシオン初優勝を飾った。からの期間は、 過去の優勝クラブの中で最短だった。クラウスーラ2013は6勝3分8敗の10位に終わり、リギージャ出場権に勝ち点に届かなかった。2013年にはコパリベルタドーレスに招待され、SC コリンチャンスパウリスタ、CD サンホセ、ミジョナリオス FC と同組となった。グループリーグでは4勝1分1敗の勝ち点13で、コリンチャンスに次ぐ2位となった。 グループ2クラブ中で最高の勝ち点を獲得したため、決勝トーナメントでは9番目にシードされ、決勝トーナメント1回戦では SE、パルメーラスに勝利したが、準々決勝では、シード順に1番目のアトレチコミネイロに2試合合合計、2から4で敗れた。エスタディオ・カリエンテの内部ホームスタジアムのエスタディオ・カリエンテは、バハカリフォルニア州、ティフアナにある。 多目的スタジアムであり、2007年11月11日のティフアナタイプーマスモレーロス戦で公式にオープンした。春工時の収容人数は13,333人だったが、2009年7月には1万6 0 0 0人まで増やされた。所有者であるホルヘハンクロンがスタジアムを建設した最大の目的はティフアナにプロサッカークラブを持つという野望である。 メキシコサッカー連盟はプリメーラディビションのクラブに1万5000人以上収容のスタジアムを義務付けているため2009年に収容人数が増えたことで昇格する資格を公式に得たスタジアムの建設は2つの段階に分けて計画された第1段階はピッチとスタンド仮想の建設であり第2段階は収容人数の増加である経営陣によると 2009年以後にさらに4000席を追加して2万人収容となった。選手控室を回収し、汚れていた石材舗装の駐車場を舗装し直した。建設計画の中には照明の設置があり、これは問題にはならない。所有者のホルヘ・ハンクロンは、メキシコ最大のスポーツ賭博会社であるカリエンテの所有者であり、カリエンテはサッカーも含めた スポーツとバックビジネスで成功した会社のため、ショロスのリーグ参戦は論争を呼んだが、メキシコサッカー連盟の幹部は、クラブや親会社に対して何の行動も起こさないという判断を下した。歴代最多得点者のラウル・エンリケス。ありがとうございます。